ね、今東京朝6時に出て、ちょうど今いわきでちょうど11時ですね。今5時間ぐらいですかね、うん、そうそう、ここはあれなんですね、まあ、戊辰戦争でいわきの戦いのあったところですね。これがね、平城ですよ、いわきの平城。まあここは、まあ、いわき平城はその幕府軍が立てこもって、これで新政府軍が攻撃を仕掛けて、まあ、落城させたんですね。1時間以上あるからちょっと見てみましょうかね。平城すごいですね。これなんか石垣がすごいですね。これ平城ですね、本丸の跡ですね。あ、入れないんだね。よいしょ、いわきの町ですね。あ、お、なんかホルモンとかうまそうだな。手羽先、お、なんか美味しそう。よいしょ、これでいい、いいね、美味しそう。これ食べました、すげえ辛い。ちょ、いただきます。はい、ごちそうさまでした。ということで美味しかったですね、ハラミ定食。うん、本当ね、さっき転んだんだけど水戸で、もうね、全然もう回復しましたよ、足が ね、うん、ね、今のようなね、個人経営のお店にね、どんどんお金を落とすと、ね、給付金をどんどん使って経済を回すということですね。よし、あそこで休もう。なんかいいですね、こういう風景。ああいいなね、なんか高倉健がいそうですよね、こういう風景は。うん、原の町行き、これに乗ります。この電車は、そうですね、まあ、以前来た時に、富岡駅と浪岡駅の間がまだ開通してなかったんですよね、この震災のこの影響で、うん、ほんで臨時のそのバスが出てて、まあ、それに乗って、まあ、富岡駅から浪岡駅に行ってましたね。ああ、やっぱいいですね、こういう風景ね。はい、原の町駅到着しました。次は原の町から仙台駅に向かいます。ちなみにですね、原の町駅は僕の好きな戦国自衛隊、初代の戦国自衛隊のロケ地になったところです。原の町駅からこれに乗って仙台駅に行きます。はい、仙台駅到着です。仙台着いたんですけどね、まだね、盛岡行きがあと1時間半ぐらいあるんですよね。ちょっと1時間半あるんで、ちょっとね、参ったな、これ。仙台の駅に行きます。U ターン。仙台ね、久々ですね。僕もね、1年と3ヶ月ぐらい住んでて、で2008年ぐらいかな。その頃にね、住んでたんですよ。あの仕事の転勤で。うん、すごいね、その懐かしいですね。あそこにロフトがあって、あそこにはロフトがあったんですよね。うん、面影ありますね、うん。ちょっと1時間半ぐらいあるんで、ちょっとブラブラしますね。ちょっと僕、仙台でも北仙台ってとこに住んでて、鷺ヶ森っていうとこがあるんですけど、大野原か。ね、そっち住んでました。おー、ちょっとこの辺変わりましたね。この辺にパチンコ屋があったんですよね、昔ね。そこによく行ってたんですよ。おー、今お腹は空いてないんですよね。だからなんか牛タンがさ、2、3枚食べさせてくれるとこあればいいんですけど、そういうとこないですもんね。うん、まあ楽しかったですね。ちょっとブラブラしてきましたけどね。この16時43分のなんだこれ、子牛だっていうのかな、これに乗っていきます。
盛岡にはね何回か乗り換えをしていきます。だいたいここから3時間ぐらいかな、かかりますね。次に一ノ関に向かいます。小郷田、はい、これは一ノ関行きです。じゃあこれに乗ります。じゃあ次は盛岡に行きます。これですね、盛岡行きです。今日は盛岡で泊まりますわね。ましたね、盛岡です、ね。東京を出発して2410円です。青春18切符を使って、ね、激安ですね。でも、ね、その分疲れましたけどね。ちょっと、まあ、朝6時東京行きですから今20時ちょっと過ぎぐらいですね。だいたい14時間ぐらいですね。それでまあ2410円は安いですね、東京から盛岡ね。なんだ盛岡って言ったらなんだ、わんこそば冷麺どっちだ。うん、俺冷麺が苦手なんですよね、これね。夜ご飯どうしようか。盛岡はあれですね、ちょっと駅から離れるとねちょっと寂しい雰囲気ですね。ここね、ここいつも僕が行く、ね、快活クラブですよ、ね、ここですよ。夜ご飯どうしようかな、美味しそうだな、この居酒屋ね。はい、じゃあ一旦ここで今回は終わりとなります。ありがとうございました。